ちゃん、通信簿見せろよ。ん？さっちゃん見ないこれよ。金ちゃん先見せろよ。さっちゃん先見せてくれるか。じゃあ、こうあるかい？あるさ。じゃあ見せろ。さっちゃんのこうあるかい？こんぐらいあるさ。じゃあ見せてくれ。見せろほどたくさんないよ。なんだ。何がなんだ。これ。まあ驚いた。根が一つもないじゃないの。兄ちゃんのご覧なさい。根がこんなにたくさん。サンちゃんと来た日に遊んでばっかりでちっとも勉強しないんですもの。ダメですよ、遊びに出ちゃ。あんちゃん。少しは勉強なさいよ、勉強を。後で。兄ちゃん、先生のひいきなんだろ。ひいきだからこうもらってんだろ。バカ。兄ちゃんったら学校で先生のそばばっかりくっついてるじゃないか。そりゃそうさ、ロビンソンの話の続きしてもらってるんじゃないか。なんたロビンソンなんか。ターザンのがよっぽどものすぎや。なんでターザンなんか。あれは獣と人間の合いの子だぞ。合いの子だもんか。今度のオリンピックにターザンが出るんだぞ。知ってるかよ。バカ。何がバカだい。バカじゃねえか。どこがバカだい。バカじゃねえか。もう一回言ってみろ。バカ。バカ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 。何すんだい。せんちゃん、お父さんとこお弁当持ってってちょうだい。僕持ってってあげようか。ほら、さんちゃん勉強でしょ。だからいいの、せんちゃんに持ってきてもらうから。キンタ、何言ってんだよ。かっこいいよ。僕、踏んどきがないんだもん。踏んどきなんかいらないよ。はい、来いよ。僕、やっぱり着物返したら。みんなで捕まえちゃおう。
おつ、おつ、おつ。へえ、おつ。あなたが甘いから三ペったらいい気になってて、ちっとも勉強しないんですよ。さっきだって本を読んでると思ったら、いつの間にかすぐ思って遊びに出かけちゃってるんですもの。ちっともうちにじっとしてないんですよ。子供はうちにじっとしてるじゃもうおしまいだよ。のびのびできるのは子供のうちだけだからな。太鼓を指導してる人がね、子供自分じゃとてもわんぱくことだったんだよ。そんなの大きなこと言って。こんな成績じゃあんたご近所だってみっともないじゃありませんか。親の見栄のために子供に勉強しちゃ子供はかわいそうだよ。第一、当の子供がそれでもって、ね、満足してやってるんだからいいじゃないよ。世間や近所を問題にしないところに子供のいいとこがある。ほらほら、また始まりましたよ。さんちゃん弱い者にしてはいけませんよ。だから毎日日記のつけた通りのことすればいいんだろ。バカ。何がバカだ。バカじゃねえか。どこがバカだ。バカだからバカじゃねえか。もっと言ってみろ。バカ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 。やめすか。やめさ。何してるんです。ダメですよ、喧嘩なんかしちゃ。本当に日記一週間分つけちゃいましたよ。すぐにつけるし。悪いかい。悪いよ。何が悪いんだ。悪いから悪いのか。悪いのはお前じゃないか。どこがなぜ悪いんだ。悪いじゃないか。どこが悪いんだ。悪いから悪いや。何何ですか。やるさ。何です何です。あんたたち言うとさあと喧嘩ばっかりしてる。善ちゃん、お父さんとかお弁当持ってきて。今日はご飯持っていこうか。さんちゃん、もっと日勉強してなさい。いないじゃないか。どうしたんだろう。おい、行ってみよう行ってみよう。何笑ってんだよ。変な笑い方すんなよ。お前とこお父さん、今度は会社辞めさせるんだぞ。何？嘘だい。ほら、もう一回見ててみろ。辞めさせられて、お前さんに連れてかれんだぞ。バカ！なんだ？三平、チキショー。
悪いんだよ。どうして悪いんだい？あいつね、うちのお父さん会社辞めさせられて、おまるさんに引っ張っていかれるんだって。そんなことないよね。そうさ。お母さん、最後の金太郎悪いんだよ。僕んとこのお父さん、会社辞めさせられて、おまわりさんに引っ張っていかれるんだって。まあ、金ちゃんは？そんなことないよね。僕、金ちゃんの頭を棒で叩いてやったんだよ。コツンって大きな音がして、コブができたんだよ。まあ。金ちゃん、他のことは何も言わなかった？言わないさ。言ったら僕、もっとやっつけてやったんだもん。今度そんなこと言ったら、僕もやっつけてやるんだ。もう喧嘩なんかするんじゃありませんよ。大丈夫だよ。喧嘩したって負けやしないよ。ねえ、あなた、金ちゃんがそんなこと言ってたって言うんですもの。佐山さん、また何か企んでるんじゃないんですか？いや、そうかもしれん。あいつなかなか腹が黒いからね。きっとそうですよ。で、なんか子供の金ちゃんが会社を辞めさせられてお前さんが連れていくなんて、そんなこと知ってるはずがありませんもの。いや、思い当たらぬことがないこともない。株主はみんな腹黒いやつばっかりでね、なんだかんだって会社ごたごたもましてばっかしいたし、きっと何かその企みは計画してるとは思ってたんだがね。だ、水飲みに行くんだよ。お母さん勉強すんじゃった。お父さんのお弁当僕が持ってってあげようか。本当に勉強すんだの？すんださ。じゃあ横にひないように持ってってよ。大丈夫だよ。
みんなと顔真っ赤して喧嘩してるぞ。とにかくこれ以上あんたに説明する必要はありません。不服があるならこれをよく見ていてください。さあ皆さん、ありがとう。小遣い？ダメじゃないか。ちっ、甘えてやお父ちゃん、みんなと喧嘩して勝ったの？負けたの？父ちゃん、帰ろうよ。ねえ、帰ろうよ。みんなどうしました？食堂で佐山さんのお話を聞いております。あ、そうですか。お父ちゃん、タバコ。私も挨拶していきたいけど、いずれ明日でも来ましょう。
父ちゃん、会社辞めたの？あんな会社じゃないやね。今度新しいの作ればいいやね。お父さん、本店会社辞めたのかい？ほんとさ、だから新しいでっかい会社作るんだよ。マリさん、お父さん、連れに来るかね。バカ、連れなんか来るもんかい。職工たちにやった商用は、不当支出だって。僕にそんなゲートができない、そんな貧乏してるもんか。いや、佐山田の赤沢にね、帳簿を任せていたのは僕の失敗なんだよ。あなたは法人主義だから。あ、それそうと、僕の古い日記はなかったから。そう。あの中に確か挟んであると思ったかな。何をです？いや、書類が。お父さん、今日から当分初中休暇だぞ。そう、相撲との相撲。おいで。さあ、おいで。さあ、おいで。さあ、二人一緒に勝ったね。ぼやぼや。ん？青山一郎って知らんかね？知ってるよ。知ってる？どっかに。ボンジュだよ。
僕んちか。そうか。じゃあおじさん連れてくれんかね。ごめんなさい。母さん、お客様。坊や、何年生かね。一年の一組だよ。一年生かね。そうかね。なかなか元気だね。いらっしゃいまし。ご在宅ですか。ご主人いらっしゃるんですね。はい。ちょっとお目にかかりたいんですが。ご主人いらっしゃるんでしょ。はい、おります。では急ぎますから。あ、少々お待ちください。おじさん、どっから来たの？なんで来たの？あなたがご主人ですか？あ、そうです。青山一郎さんですね。そうです。じゃあ、ちょっと本社まで来ていただきましょうか。どういうご用件でしょうか？さあ。何？ちょっとしたことでしょうよ。そうですか。もし長引くようでしたらば、その用意もございますから。大したこともありますまい。あ、そうですか。じゃあちょっと待って。どうしますちょっと行ってくる。
どこ行くの？小便所に行くんだよ。小便所に行くってそっち表じゃないの？うん。どうも小便所よ。ただなっちゃう。兄さんのおかげちゃいようか。うん。お母さんこれから出かけますからお留守しててね。どこ行くの？どなたがいらしてても留守だってご門から中入っちゃダメですよ。すぐ帰ってくる？お昼ご飯ちゃんと支度してありますからね。表遊びに出ちゃダメよ。しっかりお留守しててね。足上がってこよう。うん。吉尾さん、遊ばないか？どれ？
なんかいいよ。なんだって閉めたんだよ。だって怖かったんだもん。どなたもお留守ですか。困ったな。警官の立ち会いを求めましょうか。そうですね。しかし留守中に差し押さえるのもやはり明日のことにしましょうか。そうですか。残念ですな。誠に恐れ入りますが、これを主人にお渡しくださいませんでしょうか。お預かりしておきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。お母さんともよく相談したんだが、お前たちのお父さんは当分帰ってこないらしい。それにこの家もこの屋敷ももしかしたら会社が取ってしまうかもしれん。だからこれからは働ける者は働き、働けない者は学校行って一生懸命勉強するんだ。分かったか。で、三平は小さくて働けないからおじさんのところへ行って向こうの学校へ上がるんだ。善太は当分お母さんと一緒にいて、いいところが見つかったらそこで働いて学校へ行く。なあに、そのうちにはきっとお父さんが帰ってくるよ。それまでの辛抱さ。分かったかい。
分かったらすぐ支度しなさい。じゃあ、さんちゃん、おじさまもお忙しいんだから、早く代わって支度なさい。善ちゃんも一緒に行って手伝ったね。1000、2000、3000。5000、6000、7000。向こう行ったら、おばさんの言うことをよく聞くんですよ。寂しいことはないよ。向こうにも遊び相手がいるんだもん。どうぞお願いいたします。心配しなくてもいいよ。まだなかなか？ん？あの山の向こうさ、まだ半分来たっきりだよ。山には鳥もいるし、川には魚もいるぞ。康介だって美代子だってきっと待ってるよ。あ、うちへ行ったらおばさんに言うんだよ。僕これから娯楽家になりますって。そうしてお辞儀するんだよ。手を預かってきたよ。まあどうですか、大きくなったわね。
僕、どうしたの？僕、これから。これからどうしたね？ブラッカーになります。さあ、さあ、甘んなさい。資本書偽造と、それから会社の金もだいぶ使い込んだとは言うんだが、1年や2年はいくだろう。じゃあ、3年の前で預かるんですか？まあ、そういうわけだね。うちで預かってやらなきゃ、ここで預かってくれるとこはないからね。どうせ預かるんなら、他人から後ろ指を刺されない人の子を預かりたいわね。何を言うんだい。まだ青山だって罪ははっきり決まったわけじゃないんだぜ。たとえ罪は決まったところで、どんな事情でそんなことになったのか聞いてみなきゃわからないじゃないか。そりゃそうでしょうけど、他人の子を預かるのは自分の子を育てるよりは難しいんですからね。何、男の子だもの、ぽかしときゃいいんだよ。なかなか元気のいいコウスケの相手としてはもってこいの子だ。三平ちゃん、父さん、三平ちゃんそこにいる？ん？ここへは来ないよ。荷物がすっかり片付いたのにいないのよ。ん？いない？三平、そんなとこに登って危ないじゃないか。今降りようと思ってたんだよ。ダメダメ、危ないじゃないか。今はしごを持ってきてやるから、そこで待ってろ。ちょっとしてろ。あれ？お？あ、なんだよ。またじゃ。ほら、半平。なんだってあんな高いところに登ったんだ。登りたかったんだもの。登ってどうするんだ。僕ん家の方見てたんだよ。あんな遠くのうちには見えるはずがないじゃないか。あんまりいたずらするとうちへ返しちまうぞ。おじさん、本当に僕ん家返してくれる？何？もう帰りたんだよ。どう来たばかりですぐ帰ったんはるやつがあるか。ほら、あんなに大勢仲間がいるじゃないか。遊んで遊んで。先生、田岡のご隠居さんがね、ぜひ見ていただきたいと言ってましたよ。そうか。じゃあまた夕飯はごちそうになるかな。おい、夕飯はいらないよ。はっ。ありがとうございます。あ、旦那様、こんにちは。いや、こんにちは。サンピちゃん、トランクス流されちゃったよ。え、
腹に乗って。心配したの？母さん、もうとっきり死んじゃったと思ったぞ。しなしなさ、よく会えるんだもん。おじちゃん、サランが流れちゃった。よく泳いで取ってきようか。母さん。私は三平ちゃんを預かりきれませんよ。もっとおとなしい子ならとにかく。そんなやかましいことを言ったって、男の子だものをいたずらぐらいしなくちゃ。何かって言うと、あなたは男の子だもの男の子だものって言いますけど、康介に怪我があっても困るし、第一三平ちゃんにもしかのことがあったらどうします？どうするったって。ほら三平、いたずらすんじゃないぞ。これから当分男の子と遊ぶんじゃない。美穂ちゃんと遊ぶんだ。いいか。分かったね。
な。めっけた。カンペのやつ、ミトは出てきやった。今度は三平の鬼だよ。いいかい。三平ちゃん、やっぱりコウスケちゃんと遊びたいんでしょ。あんなやつと遊びたくないよ。そう、じゃあ私とは。僕泳ごうかな。ダメ、泳いだりしちゃ。この池にはカッパがいるのよ。ダメよダメよ三平ちゃん、もうカッパないに行くんだよ。いいわ、お父さんにつけてやるから。チッ。何、カッパに会ってくる？どんどん池の方行ってしまったの。まあ、三平ちゃんがカッパに会うんだって会いに行っちゃったんですって。何、カッパに？だから私が言わないことじゃないんですよ。もしかカッパにさらわれたらどうします？うん、カッパにさらわれちゃう、それは大変だ。どうしたんだい、死んだのか？しないしないさ。じゃあどうしたんだい。今度は私、大きな会社作ろうと思ってたんじゃ、連れて行かれちゃったんだよ。どこ連れて行かれちゃったんだよ。金太のお父さん、悪いんだよ。金太のやつったら、ターザンになって、奪っちゃうのさ。
何ってやんで、何がなんだかわけわからないじゃねえか。僕にもわからないんだよ。なんで？本当に僕の町の方行くのかい？行くさ。僕も一緒に行こう。一緒に行ってもいいんだろ？僕の家おいでよ。うんとごっそしてやら。おい！早く支度せんぞ、早く！とにかくいたずら盛りなんですから、いたずらしちゃいかんっていう方が無理なんですよ。高い木のてっぺんに登ったり、たらいに乗って川に流されたり。まあ、そうそう、カッパに会うんだって池に飛び込んだんですのよ。まあ、カッパに。それからまあ大騒ぎして村中の人を頼んで探したら、まあどうでしょう、曲馬団で曲馬の稽古をしてたんですのよ。まあ、でもいてようございましたわ。もしいなかったら私どうしようかと、一時は生きたそらありませんでしたわ。どうもいろいろご心配かけまして。でせっかくお預かりして、もしかのことがあってはと思いまして、とにかく三平ちゃんはお返しして、どうもいろいろと、もし何でしたら善ちゃんの方をお預かりして帰ろうかと思いまして。あ、ありがとうございます。なんで、さんちゃん、あんた馬行ってとてもいたずらしたんだってね。高い木登ったんだって。うん。たらい乗って川を流れたんだって。うん。カッパに会いに行ったんだってね。うん。それから曲馬団行って曲馬のお稽古したっていうじゃないの。だって曲馬団がこの町の方へ来るから、一緒に連れてってもらおうと思ったんだよ。僕とても家に帰りたかったんだから。善ちゃん、さんちゃんは危なくてとても預かりきれないから、善ちゃんを預かるっていうの。善ちゃんどうする？
だっておばさん帰っちゃったじゃないか。だから善ちゃんが言ってくれる気があるならお母さんを連れてお長に行くと。僕お長行くのやだ。お母さんに僕を連れて町の病院へ住み込むって言ってんねんか。だってさんちゃんが返されたんですもの。お母さん、みんなどこにも行かないで、お父さんの帰り待っててあげようよ。お母さんが働きに行くと、僕と兄ちゃんとで、洗濯やお風呂でも何でもするよ。僕、ご飯ぐらい炊けな。兄ちゃんのできたかい？もうじきだよ。あ、僕のもうじきだ。兄ちゃん、僕のもうじきだよ。あ、もうすぐだ。よし。サンちゃん、焦げ臭いわよ。あ、サンちゃん、ダメよ、そんなに吹いちゃ。お母さん、慌てなくても大丈夫だよ。まんま帰ってきたよ。さ、これはサンちゃんが壊したんだから、サンちゃんが食べるのよ。僕、こういうの好きだよ。みんな食べてちょうだいね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。一緒に住み込もうって子供はこの子ですか？もうこれから親子になります。この子供じゃ犬の運動や小鳥の世話は無理でしょう。でも私あなたは受付の仕事がとても忙しいし入院患者だっていることだし、この子供じゃねえ。どうしたどうした。え、お前の友達にしちゃ少し小さすぎたよ。どうしたどうした。サンちゃんじゃいけないって。
病院で断られちゃったの。もう一度おとなしくして区外のうち預かってもらわない。どうぞ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 。さんちゃん、お母さん死んだらどうする？ねえ、どうする？そうしたら、うまいのうち行くでしょうね。行ってくれる？怒ったらすぐおばさんに売りにするんだ。いたずらもしないし、剣も登らないし、川だって行かないし、カッパにだって。本当ね。僕勉強するんだ。ゼンちゃん、お腹空いたでしょ。今すぐ支度するわ。うん、僕お父さんの日記読んでたんだよ。お父さんの日記？うん。ずいぶん遅かったね。このまま病院へ住み込んじゃうんだと思ってたぜ。僕じゃダメだって断られちゃったんだよ。僕また運が行くんだ。赤沢が作った書類もついに使わないで済んだ。公明正大に会社を合併することができる。公明正大に会社を合併することができる。これだわ。お父さんの探していた書類はもう間違いないわ。お父さんはやっぱり
偽造なんかして会社を合併したんじゃないわ。善ちゃん、さんちゃん、もうお父さんすぐ帰ってくるわよ。待っててよ。お母さんこれから弁護士の大見さんとまで行ってきますからね。いやー今度は本当に言われました、うん、とにかくそのこれが偽物だって言って見せられたのはこれは本物なんです。だけどその本物だという証明がどうしてもつかないんです。これには困りました、うん、でも偽物が出まして本当に嬉しいございました。僕は初めから青山に限って指紋書偽造なんてことはできるはずがないと信じておったね。父さん、やっぱり僕の信じておったとおりだ。しかし三平には幾度も慌てさせられたよ。とにかく三平のやつ、高い木の上をてっぺんに登ったり、たらに乗って川へ流されたり、カッパに会いに行ったのは驚いたよ。あのおまけに職場さんいて職場のお稽古までしたんです。お父さん、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 久しぶりに相撲取ろうか。
金太、今日ばら見に行くから一緒に来いよ。